区長の田中亮です。それでは、今日のテーマでございます。後世に伝えたい杉並の、いいところということで、5つのテーマを掲げさせていただきました。で、節目というのは、今まで歩んできた歩みを振り返ってみて、これから将来の教訓やヒントというものを得るということが大事なことじゃないかと思いますね。で、そういう意味で90年歩んできた杉並区の、語り継ぐべき話ということで、5つを取り上げさせていただきました。1つ、この杉並の基盤を作った内田秀五郎さんという人がいます。この内田秀五郎の仕事というものを振り返りつつ、今の課題、それから将来の展望を考えてみようということで、この内田秀五郎というのを一つ取り上げた。原水爆禁止署名運動というのがありました。核廃絶の願いを込めて、署名運動が大々的に始まりましたが、そのスタートが実は杉並区の公民館にあったということですね。それから三つ目、ゴミ戦争っていうのがあって、もともとの発端っていうのをちゃんと理解してくれるということが、それが代々ちゃんと語り継がれていくということが、これからますます環境問題というのは今日的な大事な課題になっている上でですね、きっかけっていうのを忘れないことが大事だということで、阿波踊りっていうのもこれ面白いよと、最初バカ踊りとかって言って始めた、ちっちゃなお祭りだったんですね。それがもう、いろんな人のこの創意工夫と努力でですね、都内随一のイベントになったという。それから311の時の杉並区のスクラム支援会議っていうのを作ったんですが、杉並とは関係あるんだけど、南相馬市とは直接関係ないよという自治体の皆さんに、とにかく立ち上がってくれと、一緒にやってくれっていうんで、みんな快諾してくれて、それでみんなで応援したと。で、それがもう後々法律の改正とか全部反映をされていってるんですけど、この5つを、じゃあ杉並区は周年行事で語り継ぐ、歴史と位置づけて、それで語り継ぎ方、100周年を見据えながらやっていこうと、皆さんからいろいろお話を伺えればと思っています。以上です。ありがとうございました。杉並区は昭和7年の10月1日、旧杉並町、旧和田堀町、旧伊予木町、旧高井戸町、こちらが合併して、誕生しました。令和4年10月1日、区政施行90周年を迎えるということで、次世代に区のこれまでの歩みを継承していくためにですね、記念事業を現在計画をし、準備を進めておるところでございます。まず、内田秀五郎の街づくりでございます。区北西部の道路、5番目上にですね、道路が整備されているのっていうのは、この内田秀五郎さんが、当時の住民の方々、一生懸命説得をいたしましてですね、この街づくりを推進したこと、これによるものでございます。それで、中島飛行機、後の日産ですね、東京工場、こちらの誘致、それから、水道であるとか、電気であるとか、学校の設立推進であるとか、それから原水爆禁止署名運動でございます。昭和29年、第五福竜丸水爆実験に遭遇して被爆をいたしました。その後、魚が売れない、買えないという身近な問題の核の恐ろしさの実感からですね、区内で水爆禁止署名運動が始まります。で、その後ですね、この運動は全国に広がりまして、杉並区は原水爆禁止署名運動発祥の地といたしまして、その後の平和運動、こちらにですね、の歴史の中に、名前を刻んだということでございます。それから、東京高円寺阿波踊りでございます。こちら、現在進行形で、やっている、東京の夏の風物詩にもなりましたですね、大きなイベントでございます。それから東京ゴミ戦争でございます。こちら、その昭和30年代後半から高度経済成長期の大量生産、それから大量消費社会、こちらが到来したことによりましてですね、ゴミの量というのが当時爆発的に増えました。一方で、杉並の清掃工場、こちらの建設はですね、反対運動、
これが激しさを増してですね、なかなか進展しないというような状況が続きましたが、昭和49年、9年ですね、40回以上の協議、それから地域住民の大きな理解により、都と和解し、現在に至るところでございます。それから災害時総合連携都市の取り組みです。これは平成の23年なんですけれども、先ほど区長からご説明を申し上げた通り、区の交流自治体とともにですね、自治体スクラム支援会議を発足して、被災をした南相馬を支援したということでございます。で、その後、青梅市だとか、北塩原だとか、現在は9自治体で運営をしております。で、次に、区民の心を一つにでございます。ふるさと杉並をイメージした曲を制作してまいります。それから、記念式典の開催と。これは令和4年10月1日に杉並公会堂で実施をしてまいります。90周年記念事業を一過性のものとすることなくですね、100周年に向けた継続的な取り組みとしてまいります。もともと来るときに内田秀五郎さんのことについては本読んでて知ってたんですけども、で、まあ強調するのはやっぱり悪くないな、特に区長さんから先ほどもっと詳しい話を聞いて、あ、これはやっぱり強調すべきかなと思いました。ゴミ戦争もやっぱり今でも残っている問題なので、やっぱり伝える価値があるし、私子供がまだいますから、ぜひ子供に伝えるような教材を作っていただければなと思いました。以上です。まあ今もお話ありましたけども、やっぱりこう情報社会でですね、自分に興味がないと、どの世代もやっぱアクセスしていかない時代になってますんで、まあ、今、お話した紙媒体もそうですし、まあ、ここには QR コードのチラシをこう、いろんな皆さんが集まる場所に置いて、まあ、目に触れてもらう。そこから始めたらいいかどうかなと。私はやっぱりその自分の子供や孫にも伝えたいなと思ったと同時に、今の子供たちは10年先には大人になります。そうすると、その人たちがやっぱり今の杉並、私たちがこうやって考えてきたことを継承していく人になっていくと思うんですね。だからやっぱり、その子供たち、若い人たちを、まあ、画角っていうのか、この人たちに伝えたいという思いを一つにして、異世代が関われる取り組みが大事じゃないかな。